なしで。油なしで。はい、鶏もも の, の皮の下からこうこの油が溶け出て、十分それで油は必要ないので、とにかくこの状態で押さえながらじっくり焼いていくっていうのがポイントです。このままだったら、バターってなかなか乳化してくれない。乳化してくれるためには少しここに濃度をつけます。なるほど。水溶きの片栗粉を加えて。おー、皆さんこんにちは。本日は京都市役所前にお店を構えるフレンチレストランモトイの前田シェフにお世話になっております。どうぞよろしくお願いいたします。本日ご紹介していただくレシピでございますが、鶏のパリパリ焼きでございます。ポイントはやはり鶏を、いかにパリパリに焼くかということと、身の方を中心に仕上げるかということですね。で、基本的に皮目からの火入れが約 80% です、ね。うん、で身の方が、10% で、残りは余熱で、あと残りの 10% というイメージで、はい、わかりました、はい、それでは、早速やっていきましょう。はい、鶏もも肉、これも市販のスーパーで売ってる鶏もも肉です。はい、で、ここによく軟骨、鶏肉ってこう、もともと鶏ももでこうなってるんですよこういう風に骨があって、で、ここにこう可動式、可動してる、はい、ここが腿の骨、ここが膝のスネーの骨なんですが、こういう人が絶対軟骨が結構処理代わりに残ってるので、はい、この軟骨は取っていただきます。あとはこのスネーの、このスネーの部分って結構筋が強いんで、ここだけちょっとだけ切り込み入れて、このすねの筋だけを切ってあげる感じですかね。なるほど。これでいいかなと。で、ここにあと塩と。はい。まあ、調理なんじゃ、ちょっとしたこちらの、まあ、下準備も、そうですね、必要ですね。はい。まあ、もう見直さなかったら別にいいです。あちょっとしっかり噛んでもらっていただけたら。はい。わかりました。噛むのが、あれ全体的にこうふわっと美味しくしたいなと思ってやってください。はい、めんどくさかったらもう塩コショウだけして、はい、例えば入れてもらえば。わかりました。はい。でこの状態になります。はい。次にフライパンを温めます。はい。でも油はなしで。油なしで。はい。鶏ももの皮の下からこうこの油が溶け出て、十分それで油は必要ないので、十分それで焼けるので。はい。はい、フライパン温まった状態で鶏を入れる。はい、はい、浮いてきたところを手で押さえるんですけど、皮が収縮して接地面がちょっと皮がキュッてなっちゃうんで、それを伸ばすように手で押さえるんですけど、無理でじゃちょっとフライ返しなんかでずっとこう押さえてあげる。なんかこうまっすぐにぐーっと押さえながら焼いてください。最初の方は特に大事ですね。わかります。鶏もも肉が皮がちょっと縮まるんで。なるほど。これ中火なんですけど、これ基本的にプロのレンジなんで、これ多分家庭で言ったらこういう今強火の状態になってるんで、まあ家庭の中火、これパッと見この弱火見るんですけど、家庭ではこれで多分中火ぐらいになると思います。で、この中火にして、とにかくこの状態で押さえながらじっくり焼いていくっていうのがポイントです。これと同時に、これをまあ、焼きながら、付け合わせの野菜も。はい。今回は、焼き野菜を付け合わせにします。焼き野菜。はい。はい、で、カブラブロッコリー、椎茸ですね。で、これは一つの鍋でも全部終わらせてしまいます。一つ鍋で、はい、オリーブオイルですね。オリーブオイル。野菜はもう一口大に、そうですね、椎茸はだいたい4分の1にカットします。はい、油、これを一つを、まあ、このぐらいサイズは、これはまあ6等分にして焼いていきます。で、ズッキーニですね。ズッキーニは輪切りにしたものですね。
本当はちょっとね、ここにローズマリーを一緒に焼くことで、オイルにこうローズマリーの香りをまとわせながら、はい、焼いていきます。はい。ゆっくり、ちょっとずつ色がついてくるので、この鶏肉と野菜が今同時に仕上がるような。はい。で、野菜の方も少し塩を振って。はい。いいかな、椎茸だと結構色づきが早いんで、でこう断面を返していって焼くと丁寧、より丁寧に仕上がります。この部分が、膝と桃の間のここが焼きづらいところ、焼けづらいところ、ここだけピンポイントでこうしてあるからすると、接地面がしっかりして、全体的に仕上がりに均一に焼けたりします。綺麗な焼き目がついていきます。こんな感じで、ここの押さえてたらやっぱここの部分がちゃんと綺麗に焼けますよね。はい。さらにこのまま、これで今だいたい7割近くまで皮の方から火が入ってます。はい。で、ちょっと作りましたね。ひっくり返したのでもう一度軽く塩をします。はい。で、野菜はこれで完成ですので、一旦取り出しておきます。鶏の肉は、こちら皮目の方は、きれいに焼き色がだいぶついてきたと思うんですよね。こんな感じで。で、ポイントはもう一個ですね。ここで火を止めてしまいます。3分火を止めて、ひっくり返します。焼き色がしっかりついてなくて、一旦火を止めるんですか？はい。で、このまま置いておきます。火の方から、今熱が入ってくるので、だんだんフライパンを持って、まあ、これでフライパン自体が熱されて熱で焼けるのと、肉のそこからの余熱で、肉一人一人頭まで火が入っていくので、このまま、あとは火を入れます。次、ソースを。はい、ソースを作っていきます。はい。これはポン酢です。ポン酢をベースにしたソースです。ポン酢を。はい。あっさりした。そうですね。で、ポン酢にバターを加えるだけなんですが、バターを乳化させたいんですね。はい。でポン酢このままだったら、バターってなかなか乳化してくれないんです。乳化してくれるためには少しここに濃度をつけます。はい、その水溶きの片栗粉を加えて、おー、1小さじ1杯ぐらいですかね。少しだけとろみをつけるんですね。そうなんです。とろみをつけることによってバターが中にこう。先に抱えているというか、バターがこう、溶け込んでいきやすくします。こんな感じで、少しだけ、とろみが、とろっとついてるかなと思います。で、この状態で、バターを、乳化させていきます。こうやってフレンチっぽいテクニックなんですけど、少し少しバターが中に入っていって、こう、分離するんじゃなくて、中でこう、ちょうど一体化していくようなイメージですね。そうなると、あまりこう火を強めると、また、分離する原因になるんで、もうこれで、バターソース、これで完成です。はい。まあ、ちょっと若い、もうちょっと火入ってほしいなと思ったら、ちょっとだけ火をつけてもらって、少しだけ加熱を、もう少しだけフライパンを熱を、今度上げてあげて、止めてさらに置いておくと、まあしっかりまた入るので、おそらくこれだとちょうど、例えばピンク色ぐらいかなと思います。盛り付けていきます。はい。鶏肉が、はい。ちょうどこんな感じで。ちょうど火がもうちょっと、もうギリギリかなっていうぐらいなんですけど、まあこれぐらいでちょうど美味しいかなと思います。はい。こうやってちょうどこういう、こんな感じですかね。ジューシーな、そうですね、肉汁が、はい、キープしているようなイメージですね。で、
野菜を盛り付けます。あとソースを、こんな感じですね。はい、はい、では鶏のパリパリ焼きをいただきます。はい、おー、美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。とっても美味しいです。どうポン酢はどうですか。すごく相性いいですね。そうなんです。ポン酢をこうやってバターと乳化させるだけで、なんかポン酢感がなくなるとか。あ、そうですね。はい、結構本格的なフランス料理のソースのように見えるんですよね。本当にこんなにバターとポン酢だけでこんなにちょっとおしゃれな簡単にソースが仕上がっちゃうとはびっくりです。はい、ありがとうございます。では皆さんもぜひおしゃれな一品をご家庭でお試しいただけたらなと思います。前田シェフ、本日はどうもありがとうございました。Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!